助けてくれてありがとうコロ、君が来てくれなかったら危なかったコロよ。それにしても組長まだかな。今日中止だって。中止？どうして？腰痛が良くならない。せっかく取りに行ったのに、あの痛み止め効かなかった頃か。組長が来れないなら仕方ない頃ね。一旦帰る頃。ちょっと待って。帰らないの？なんで？真珠に乗り込みたい。あの真珠に乗り込む？何、ダルキル様みたいなこと言ってる頃、中に入るなんて危ない頃。弱らせたら入るかもしれないけど。でもどうして？よくわかんないけど、君にも事情がある頃ね。でもね、真珠がこっちに来ないように、組長がオルディン橋を開けてる頃。ルーダニアのとこに行くには、あのオルディン橋をかけないといけない頃。いつもは組長がこの大砲で橋を倒してくれるんだけど、組長が来れないなら、大砲で橋もかけれないし、無理頃よ。あ、そういえば君、隊長の、組長の大砲使えるよね、って。だったらいけるかも。だったらいつも組長とやってるように、僕が弾になるから、君が撃ってほしい頃。僕はこの先祖譲りの、ダルケルの守りがあるからね。これだと何にぶつかっても全く痛くない頃よ。僕の先祖のダルケル様は、それはそれはすごい人だった。って組長が言ってた頃。僕はそのダルケル様と同じダルケルの守りを使えるんだからね。だから君は大船に乗ったつもりでオルディン橋を狙って撃つだけでいい頃。でも手加減はしてほしい頃。おお、入ってった。あんなとこ入れんの、あいつ。すげえな。やべえぞあいつ。これで狙えてる？狙えてないね。じゃあ行ってよし。はい、橋が降りました。結構ダメージ食らっとるやんけ。やったコロ、僕らってやればできるコロ。ダルケルの守りすごいでしょ。よーし、この先も僕が弾になるコロよ。さあ橋を渡るコロとなっておるところではございますが、近くに、あ、いるね、真珠が。いや、おるのはいいんだけど。ん？ちょっと、どこ行くころ？探させてくれへんねんな。祠があるはずないよ、この近く。諦めない。それは諦めないんだが、祠も諦めないんだよ。俺は祠も諦めたくないんですよ。位置的にはこの辺。とりあえずピンだけ打っておいて、行くだけ行くか。さあ橋を渡ると、真珠バルーダニア。暴れ回ってますね。おお、開いた。ほう、なんか飛び出してきた。あれは？ガーディアンとは違うね。ガーディアンではない。なんかサーチライト照らしてます。あれに当たるとなんかやばそうですね。あわあわ。いつものあの偵察機が厄介頃よ。あれに見つかるとルーダニアが暴れてデスマウンテンを風化させる頃。僕いつもすぐ見つかっちゃって何度も火山弾振らしちゃう頃。組長なら火山弾振り払って強引に行くけど、君が食らうと一コロコロ。迷惑かけたくないし、止まるか進むか僕に合図出してほしい頃。じゃあその合図を決める頃。何かいい方法ある？口笛で。口笛？なるほど頃。君の口笛が聞こえたら僕が止まったり進んだりしたらいい頃ね。ちょっと大馬さんみたいであれだけど。じゃあ僕が偵察機に見つからないよう口笛で合図よろしく頃。
さつきね、あるね、あっこさあ、とりあえず登っていきましょう。あれは倒した方がいいんか。普通の矢で。ちょっと待っててね。俺が先にここに来るから。だから あいつをここ、ユンボをここまで連れてこれればラッキーってことだね。ユンボ聞こえろ。お前は聞こえろバカ。この距離や。ユンボ聞こえんのか。頼むぜ。ユンボ聞こえない。いや、ユンボが聞こえないからやで、ね、これ。ユンボ聞こえといて、ほんと。地味にあいつ自分守っとんね。ユンボ読んだら来てね。ほんと。では、とりあえずここで待機しといて。はい、ここで止まっておいて。ここだからね。呼んだら来てよ。この距離やったら聞こえるでしょ？頼むで、ほんと。そのユンボーの聞こえなさ具合は知らんからね。はい、おいで。はい。で、ここでちょっと待っときなさい。はい、行きましょう。はい、おいで。よろしい。よくやった、ユンボ。じゃあね、琥珀が欲しいね。膝が震えちゃうゴロって言ってますけど、膝がわなわなと。実は倒せる。いや、いくつあっても足らんな。弓矢が足らん。氷の矢で食らわない？まあ、効いてるか効いてないかで言ったらそんな効いてない。ああ、これやったら一発か。もったいないよな、でもこれ。待てー。OK、大砲発見。使おうぜ、これ。お、自動で行ってくれんね。そこはすごい頭がいい。多分狙わなあかんのあいつやな。行ってこい。よし、食らった。これでさらに交代させて、こういうことやな。ちょっとずつあいつを交代させては進軍するっていう感じか。やった、ころこの調子でルーナニアを追い詰める頃。
2体もおるぞ。あいつ食らわへんねん。爆風食らい、食らいよらへん。ダルケルの守り使わず生きとんねん。ああこいつ動き止まるタイミングを使わなかん、ね、ああ外すもったいない。これどういくんや、これ。こんなんバレるよな完全に。さっきは岩場の影使えたけど、今回何も使うやつがないんやけど。外す。もったいないことしてる、めっちゃ。たっけえ弓やのに。あいつはどうやっても見つかるから、俺はなるべく安全なとこ行っとこう。まあどうせ見つかるとは思った。で多分これマグネキャッチ使える。じゃあ撃って、早く撃って。よし、よし耐えた。でこれをかければいいんか。あ、オッケーオッケー、よし。大砲どこにある？大砲はまだないんか。ん？行き止まりやぞ。これをここから登っていくんか。登ってこれる？登ってこれないユンボ。え？これどこ行きゃいいの？バルッタそこやんな。死んだ。滑り落ちていく。よーし、やっと倒した。これでいけるやろ。方角的にはこれでいけるかな。行ってこい。微妙に外れる。すぐ帰ってきた。よ
よし、当てた。この調子で終わらせれば中に入れるかもね。さあ、あと一息ころ。さあ、あと一息です。頑張りやしょう。ちょっと回復しとこうか。どう倒す？脇を通り抜けれない？予防なるべく脇を通り抜けて。耐えた。これはマグネキャッチじゃない。あいつに当てるか。ちょっと当てづらい。あいつの動きを止めるためのビタロックが当てづらい。急いで。暴れたわ。危ない、危ない。さあ、ユンボどこまで来れた？ユンボは、ユンボあれか。立ち尽くしてるだけやな、あいつ。おお、これ当たるんや。あ、こうやったらええんか。あ、すげえ強いやん、これ。何その作戦、これめっちゃ強いやん。あ、強っ。ユンボ聞こえろ。よし、よかったね、ユンボ。これで来れるね、ここまで。さあ、先にこいつを倒しておこうか。セーブだ。高いところが落ちちゃったよ。一人がいた。ちょっと待って、武器を持ってるやつを優先しよう。よし、チャンス。ほどけるのが早い。
ビタロックほどけんの早いな。でかいやつは特に早いんかな。よし、赤い炎、赤い炎じゃないわ、赤い月が昇ってます。早く行きましょう。ここユンボー、ユンボーもう何もいないから早く来い。赤い月なるって、早く早くユンボー。ユンボー早く、赤い月が昇ってまうって。倒したら意味がなくなる。くらえこの野郎。よし、お、ちょっと壊れた。よっしゃ、追いやりましたね。やったコロ、弱って河口に逃げたコロ、今がチャンスコロ、急ぐコロ。おう、オッケー、ワープチェーン登録です。おお、久しいな相棒。おめえは必ずここに来る、俺はそう信じてたぜ。うん、俺もそう信じていた。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。そうだ。ならまず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。あれか、ん、違うんか、あの宝箱じゃないんか。あれか、遠いな。あれか。マップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。わかった。ということで、もうこれで行きゃいいんかな。はい、じゃあ行こうか。ここだよね。あ、閉じ込められちって。暗い、非常に暗い。お、あ、宝箱。コンボ、コンボ&松明、耐久性アップ。なんか捨てなあかん。コンボか。何の効果がついてんのこれ。
なんかの耐久性アップして耐久性が高い松明ってことか。なるほど。で、とりあえずこれを火を灯しの何か食材を探していかなあかんねんな。暗いなあ。とりあえず明るくしてほしい。あった。よし、まずい。あ、これで跳ね返せんねや。あ、そんな力技があったん。さあ、食材ないっすか。マップを手に入れる以前に暗いんす。なんか倒さなあかんな、とりあえず。さあ、敵を倒したことで宝箱。騎士の弓。弓はどうしよう。騎士の弓よりこっちのリザルボーの方が強いんか。じゃあいいや。で、多分食材もこの辺だ。あった。暗いね。あ、あった。マップ情報ゲットです。真っ暗な中。傾けることができるんか。傾けると、だから上下反転するってことか。よし、神獣のマップを手に入れたな。マップをよく見な。光っている印が神獣バ・ルーダニアを制御する端末だ。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。うん、そのシステムは一緒だな、バルッタド。おお、開いた。ありがたい。マップ情報を入手すれば明るくなりました。